できました。うん、美味しい。ちょっと蜂蜜入れすぎちゃったかな。星集めてなかったって。ついさっき金ちゃんで味玉中華そば食べてきましたって。早っ。なんかね、さっき落語の稽古したんですよ。もうなんかちょっと悔しい。悔しいです。笑ってこられて楽しみですだって。嬉しい。私出てないと思うけど。なんか私も予約した。ヨーグルトはプレーンに蜂蜜。そうそうそう。健康診断終わったんでステーキ注文しました。いいなー、ステーキのがっつりだね。なんかすごいマークは変わってる。出てたらびっくりやわ。本当だよね。まさかの公演中っていうね。そう、ヨーグルト。あ、30分までです。パンダ、昼休みなんで遊びに来たよだって。ありがとう。あ、忘れ物ないかな。多分大丈夫。ゴルフなのか分かんないけど、ここが痛い。なんでか分かんないけど、ここが痛いです。元気ですか？元気です。今日のはるか村やばい気がする。てかすごい色落ちしたね。髪の毛もう茶色だ。やばいな。今日のはるか村が一番やばい気がする。あ、やばい。今日あれだ。アイドルってなんだじゃない。私アイドル宣言の更新日でした。いかんいかん、読まなきゃね。いいね。今
読んでるんだけど、あのピッコマで私アイドル宣言っていうのがやってて、それがね、ハニーワークスさんのやつなんですけど、そうめっちゃいいんですよ今。いいね。そういうハニワのアニメ録画したまま見てなかった。そうなんかね、そのハニーワークスの今アニメがやってるんですよ。ヒロインたるもの、嫌われヒロインの育成なんちゃら、なんだっけ忘れちゃったのやつがあのアマプラでも見れるの。おー最高、本当に気になってもっとってやったの。そうそうそうの、それモナちゃんって言うんだけど、そっちはねモナちゃんの漫画が今ピッコまでやってて、でヒロインたるものはきっとヒロインなら綺麗でおじいさまにちやほやされるんでしょってやつがアニメになってます。こんにちは。いやーもう こんにちは。そう、そば部ね、そば部っていうかさ、なんかあれそば部、そば部ですよね。あれそば部ですよね。いや読み終わりました。まだそば部で何かしたってわけじゃない。わかんない、なんだろうって思って、そうだから気になってます。匂わせそば部。確かにあれでそば部じゃなかったらビビる。確かにね、あれでどうする、うどん部ですみたいな。うどんかーいってってなっちゃうんだけど。ほんと次はうどん VS うどん VS そば部。あミルク、ミルク、喉が鳴った、聞こえた、喉が鳴りました今。あそう、今日サフランの熟成明太フランスの方を食べたんですよ。あのね、熟成明太フランスは硬かった。でもこっちの幻の明太フランスは柔らかそうな感じがします。おいしそう、まだ食べてない、お腹が満たされました。今日はそれを楽しみにして起きました。何が熟成してるん、わかんない、なんだろうね、明太子かな。そうフランスパンって硬いものでは、フランスパンあんまり硬い、そこまでなんか硬いっていう感じしないけど、熟成の方はとにかく硬かった。あ、硬いって思った。
サフランはパンの種類多すぎて悩んでしまう。そう、サフラン、サフランね、めっちゃ多かった。フランスパンとあんバターって合うよね。だって明太フランス絶対うまいやつ、ほんと美味しい。もうフランスパン硬いけどさ、なんかそこまで噛みちぎれないほどの硬さではなくない？全然食べれる硬さです、私は。そう、ガーリックフランスもあった、隣に。めっちゃ美味しそうだった。でもその隣に蜂蜜バターフランスみたいなのもあった気がして、めっちゃ美味しそうだった。食べたい。柴田城に着きました。桜めっちゃ綺麗って。桜綺麗だよね。一気に咲いたよね、本当に。ね、長いソーセージをパンに巻きつけたやつも美味しい。だって美味しそう。店舗によって限定のパンもあるよね。そう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 、調べました。そう、今日の公演は今年初チカナですって。嬉しい、ありがとうございます。今年初チカナ。でもさ、もう4月のさ中盤だよ。早くない？早くてびっくりなんだけど。巻きつけたやつはトントロのやつかな。だって春香村に、ね、侵入しますって。公園春香村公園、マジで頑張んなきゃ。でも最近なんか楽しい、楽しいです。めちゃくちゃなんか青技が増えてるんですけど、一つは分かるんですよね、青技なんでできたか。あれ二つともかな。なんかね、ゴルフのラケットじゃなくて、なんだっけ、あるじゃん、あれをね足にぶつけたんですよね。あ、打った時にぶつけたとかじゃなくて、あ、そう、クラブこうやって普通に持ってて、こうやって持っててガツンってぶつけちゃったの。そう、だからそれで、あ、青っぽくなっちゃった。そう、言いたかった。弁慶の泣きどころです。痛い。ゴルフうまいよね。だって嬉しい、ありがとうございます。でもまだまだなんですよ、ちょっと頑張んなきゃ。ゴルフに今日は公園で、落語もあるし、でも城山動物園はなんかお仕事なんだけど、なんだろう、動物が好きだからかな、もうなんかプライベートというか、なんかそんな感覚がするんですよね。すごい楽しんでる。落語もなんかちゃんとこうやって頭に入ってればすごい楽しいんですよ、演技が。あ、それそれって言われた時に、あーみたいな感じになるから。そうそうそう、雨降りませんようにね。わかんないからマジで傘持ってった方がいいよ。傘持ってきてね。私は持ってかなくちゃね。
車には入れてあったのよ。おもろ。728日だって。15日か。え、15日に3、あれですか、730日ですか。あら、15日か。15日何時にできるか分かんないんだよな。ちょっと待ってね。わお、連絡は来てた。車に傘入ってますね。そう、忘れずに。15日はいつ配信できるかちょっと読めないですね。なので、はい、あれになるかも。ゲリラになるかな、もしかしたら。はい、こんにちは、了解しました。靴下履いて準備しとこう。あー、でもちょっといろいろ準備しなくちゃいけないんだ、帰ったら。公園から帰ったら。やっほー、かわいいちかなちゃんを一目見に来ました、だって。あら、嬉しいわ。いや、ほんと最近会ってくれよ。あくびに何言ってるか分かんないね。最近ほんとあったかいよね。私朝起きたらだって窓開けてるもん。練習もしなくちゃ。頑張るぞ。昨日家計簿つけたっけ。あ、そう、家計簿新しいノートにしたんです。あ、昨日つけてないわ。昨日私何か買ったっけ。そんなこと言われてもみんなわかんないね。花粉が入ってこない？わかんない。でもなんか空気の入れ替えしたいと思って窓開けてます。じゃん、新しいノートになりました。なんか3月で閉めて、こっちね、でちょっとあと数ページあったんだけど、なんかキリがいいし年度末だから
変えちゃおうと思って、じゃん、新しいノートに変えました。2冊目すごくない？もちろんなんか全然つけれてない月もあったけど、じゃーん、そう、ちょっと変えました。ちょっと昨日の分のやつつけていいですか？そう、同じノート探さなきゃ、使うときないけど、あ、これ無印です。無印ですよ。分かった、買ってくる。ほんといつ使うの？いつ使うんだよねえ。ここまでお揃いにする人なかなかいなくない？こんにちは。これから劇場に向かいます。早くない？あ、え、え、ちょっと待って。あー、ちかな、昔お小遣い帳つけてたのかな。つけてました、つけてた、つけてた。オッケー、これさえつけておけばね。東京から、あ、なるほど、そりゃ早くないわな、遠いもんな、いいからな。それでは劇場でお会いしましょう。なんかかっこいい。家計簿つけると毎月 CD の欄が大変なことに。確かに確かにそうですよね、皆さんの場合はね。今は CD 発売の時は赤字になってます。赤字か、赤字は嫌だよね。みんなね、よいしょ。ローマバランも確かに。全然私最近課金してないですよ。なんか、え、そう、なんかさ、聞いて、アカデミー24まで行ったんですよ。25にしようと思ったらとんでもない、全部25にしなきゃなんですけど、なんか無理です。無理です、きっと私やりません。絶望。60万ジェムは、やば。城壁、監視塔、保管庫、バトルホール、ま、祭り、祭り団、なんだこれ、と市場、医療所、全部、全部、祭壇っていうもの全部25にしなくちゃいけない。無理。でも監視塔は今レベル上げてます。監視塔はレベル上げといてなんね、はい、だからレベルアップの材料もジェムが必要なのでは。あー、このね、金の斧みたいな、斧じゃないわ。全然なんですよね、本当に。
全部あげないと進まないのよ。マジで今兵士増やしたらさ、なんかし全然さ赤くなってなかった麦が赤くなってる。もう気にしないんだけど。大変だ、あれしないわわーだって。え、そうそう、なんかさ白レベル25に上げるとさ、このさなんだ外装のさ星あるじゃん、あれ増やしたいんだけどさ、これさ外装強化巻物ってさどこでもらえるの？やっほ、やっと祭壇とバトルホールだけになったけど、ここからは無理。課金アイテムです。あらあら、じゃあいいや。じゃあいいや。宝箱集めててさ、集めててっていうかいっぱい溜まってるから、けどこ今そうなのね。ソゴロクとかイベントで少しずつ溜まります。知らなかった。マジか。よし、じゃあ壇上読んで終わりにしようと思ったらなんか、待って、お、ヒーロー階級上がる、アルフレッドの階級が上がります。やったね。なさるならスゴロク一択です。だってそうなんだ。ということで、じゃあ壇上読んで終わりにします。はい、間違えた、テロップ開いちゃった。そんな名前だったか。そうなの、そうらしいです。はい、13位梅ちゃんの3、13位梅ちゃんの3、12位ナチュラルさん、12位ナチュラルさん、11位ペンギンさん、11位ペンギンさん、10位竹尾ビルさん、10位竹尾ビルさん、9位 D 山さん、9位 D 山さん、8位まるまるさん、8位まるまるさん、7位トムネコさん、7位トムネコさん、6位サバサンドさん、6位サバサンドさん、5位ナリスタさん、5位ナリスタさん、4位ハブトゥーセーブさん、4位ハブトゥーセーブさん、3位カブさん、3位カブさん、2位マイクさん、2位マイクさん、1位3日連続とか聞いてないさん、1位3日連続とか聞いてないさん、ありがとうございます。てなわけで終わりにします。ありがとうございました。あ、って言っても28分だった、まだあと2分。いやー、はるか村です。まだちゃんとセリフ覚えきれてないんですよ。なんか昨日落語の練習して終わっちゃってさ、はるか村のやつちゃんと覚えきれてないから、ちゃんと覚えなくちゃ、やばい。頑張ります。てなわけで終わります。ありがとうございました。村長には怒られないんで大丈夫です。はい、またね、バイバーイ。また会いましょう。ルーム、あ、でもわかんない、もしかしたら今日もう一回配信するかもしれない。でもしない可能性の方が高いです。はい、ではバイバイ、ありがとうございました。午後も頑張ってね、バイバーイ。